近年、人々の生活のさまざまな場面で AI が役立っています。しかし AI を攻撃することで AI に判断を間違わせたり嘘を教え込ませたりできるなどの弱点があることが分かっています。このような弱点は大きなセキュリティ事故につながるリスクがあります。 AI の弱点をつく攻撃は日進月歩で進化しています。IT 機器がウイルスの攻撃に日々さらされている現状と同様に、 AI もまた攻撃を受ける未来が予想されます。そこで富士通では、攻撃に強く安全な AI を構築するためのセキュリティ研究に取り組んでいます。 AI のセキュリティを高めるには、 AI と人間の相互の協力が必要です。私たちは攻撃への防御技術の開発とセキュアな AI を構築するためのメソトロジー開発の両輪でご支援しています。防御技術の開発では、 AI 構築プロセスとの親和性を重視しつつ、例えば訓練データの汚染具合から学習時に排除すべきデータを見つける技術や、自動生成した大量の模擬データを使った学習により攻撃耐性を高める技術などを開発しています。これらの技術は、開発 AI の弱点の原因や攻撃耐性を高める原理などを開発者・運用者が容易に理解し、効率よく対策を取れる作りにしています。2021年9月にはイスラエルのベングリオン大学と連携を開始しました。現在、世界トップレベルの研究者と日々議論を行いながら、最新の AI への攻撃手法に対する新たな対策技術の開発に取り組んでいます。セキュアな AI を構築するためのメソトロジー開発では、 AI 開発者・運用者がどのような場面でどのように対策技術を活用すればよいのかを検討・判断するための方法論を提供しています。またその活動の一環として、専門機関であるメルシーに参加し、 AI セキュリティガイドラインの発行に貢献しています。富士通は今後も国内外の専門家とも協力し、人と AI が安心して共存できる社会を実現していきます。